はい、どうぞ。あ、どうも皆さんこんにちは。いやもう本当にですね、この時代でこのこんなイスラエルね、パレスチナ紛争が起きるなんて予想しなかったけれども、大変なねことが起きてて、ね、それでやっとですね、今回今日の新聞によりますとね、ハマス人質解放24人、イスラエル39人釈放とか、お互いに歩み寄っております。まあ、こういった歩み入りの中でですね、なんとかこう停戦といいますかですね、まずやってですね、冷静になって、このやはりですね、この問題を冷静になって、国際社会みんなでですね、各国がこの歴史的な背景のもとにですね、いろいろな話し合いがですね行われて、なんとかですね解決の方向へ持っていくということが非常に難しいけれどもですね、これを中途半端な形にするとですね、また第5次紛争とか第6次とかね、なるわけですね。ですからね、ここはね結構大事な時です。やはりこういった冷静になって、歴史的な問題、それから、国際情勢、地政学、いろんな観点からですね、協議してですね、なんとかこれをね、解決の方向へ持っていかなきゃいけない。非常に難しいけれどもですね、共通認識を持ちながらですね、冷静になって、歴史それから政治、国際関係ですね、そういったものを紐解く必要があると思います。ぜひ皆さん、このパレスチナ、イスラエル、この問題をですね、皆さんの中でですね、勉強になります。そして本当に、世界というのはこういうもんなんだということを理解しながら、勉強をしていただきたい。そして本物の解決、これはどうするかということを皆さんでも一人一人考えていただきたいと思います。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとう。